さあこんにちは。さあ、メイモノです、はい、なあ、はい、前回が、90年、あの90年代の偶数月をやっていて、偶数土書をやっていて90年だったので、今回は92年です、はい、この年、はい、セリーグ優勝したのはヤクルト。まあやっぱ古田が育ってきてるよね。すごいです。だってあの90年にあの野村さんが就任されてで、うん、2年で優勝できちゃうんですか。やっぱキャッチャーを得たっていうのはでかいよね。あ、そういうことなんですね、うん、すごいなと思って。で、パリーグは、まあ、西武がまた優勝、まあ、西武はやっぱ黄金期というかさ、やっぱピッチャーが良かったし、スター選手だったさ、まあ、隙のないチームだったよね。そうですよね、うん、でセリーグは優勝がヤクルト、そして2位が、巨人と阪神で並んでたんですね、うんうんうん、で4位が広島、5位が太陽、そして6位が中日となっています、うん、そしてパリーグは、優勝が西武で、2位が近鉄、3位オリックス、4位、福岡ダイヤホークス、5位日本ハム、6位がロッテということで、うん、でもさ、セリーグに目をやるとさ、はい、5位の、まあ、太陽ホエールズ61勝69敗、はい、8つの借金しかしてないんだよね。いいじゃないですか。いやだからちょっと変われば優勝もチャンスがあるって、はい、どのチームだって優勝でもヤクルトが69勝61敗、はいはい、だから貯金なんていうのは8つ、はい、しかないわけよ。だから力は拮抗してるっていうことなんだよね。そうですよね。それだけやっぱ面白かったということだよ、ペナントレースが。あ、確かにこの年そうだったんです ね。で一方パリーグ見るとゲーム差がすごいんですよ、うん、まあ、西武と近鉄は 4.5 なんですけれども、その下から18ゲームとか26ゲームとか。だからパリーグはやっぱつまんなかった時だよね。いや力の差がありすぎて、うす、ね、もう西武が本当に強かった。だって80勝47敗だもん。どえらい数ですね。どえらい数でしょ、はい、まあ、それだけやっぱりピッチャーも良かったということが言えるんだけどね。そうですね、うん。さあ、そしてこの年の個人タイトルなんですけれども、はい、最優秀新人とか見ると阪神の久慈選手だったりとか、はい、あとパウエル、ヤクルトのパウエル選手がすごかったですね、はい、そうだね、まあ、首位打者にとっていいバッターだったよね、はい、右バッターで。あ、そうなんですね。そう最多勝はあの巨人の斉藤正樹投手、うん、17勝してますし、まあ、ここら辺はなんか3本柱で、うん、もうバシッといるよね、巨人が。そうですね、だヤクル優勝したヤクルトからは、うん、そのハウエル選手とあと盗塁王の飯田哲也選手しかいないんですよね、うんうん、あ、ハウエルね。はい、ハウエルです、はいはいはい、中日のパウエルかと。あ、もうややこしいんだよ。ハウエルね。あの丸をつけてください、歯に、うん、そうだね、はい、でパリーグ、この年のパリーグっていうとなんかすごいばらけているような感じもして、うんうんうん、どうですか清原さんが、まあ、最高出塁、近鉄がやっぱ破壊力を誇ってたけど、はい、やっぱ西武には太刀打ちできなかったという、まあ、タイトルとホルダーは近鉄多いけどね、はい、やっぱ個人のチームっていうような感じがしてたよね。そうなんですね、うん、でこれでベストナインを見ると、ベストナインだとやっぱり一気にあの西武が、うん、まあ、安定してるよね。安定してますね、うん、だって何人いるの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、秋山、ベストラーでほぼほぼですね。8人だよ。そうですね、8人だから、そら、たまったもんじゃない。で一方セリーグはちょっとばらけてるんですね、うん、まあ、だけどやっぱりヤクルトが、はい、やっぱりいい選手が、うん、若手のね、はい、いい選手が出てきたなっていう印象を受けるよね。そうですね、はい、さあここから各セリーグのチームの、ベストオーダー見ていくんですけれども、うん、最下位のまず中日、はい、ベストオーダーの特徴は恐竜打線も影を潜め打てない打線となった、4番の落合のみだけが20本塁打を超えた、で投手陣も山本昌のみが13勝の2桁勝利、うん、で抑えでは与田が復活と。まあまあ機能しなかったら流れが悪かったというね、はい、まあ、そんな感じだろうね。あと与田さんが抑えで復活したという年だった、ね、まあ新人を取って、はい、で翌年ダメでみたいな、はい、まあ、そんな感じだったよね。あ、そうだったんですね、うん、さあ続いて5位の横浜太陽ホイールズですけれども、はい、ベストオーダーの特徴、屋敷の走力が衰え、うん、スーパーカーではなくなってしまった。ひどい、何になったんだよ。だそこら辺のなんか乗用車、乗用車やった失礼な言い方だ。失礼な言い方ですよね。まあまあまあ、そうかも。スーパーカーではなくなった、まあでもそれでも早かったってことですよね、まあ早かった、うん、で陽気な外国人
シーツが100打点を挙げる活躍をした、うん、で投手では先発中継ぎとフル回転だった森田が14勝を挙げた、ね、確かに足は衰えてきてたんですか皆さん。いやそうでもないけどね、まあそういう印象はあるかもわかんないね。スーパーカーの時から比べるとどうですよ、やっぱりこう落ちてるよね。まあそれはそうですよね、うん、あとシーツ、陽気な外国人のシーツ全然陽気じゃなかったよ。え、違った、暗かったんですか。いや暗いっていうか神経質でさ、あ、外国人で珍しい。もう1年で帰っちゃった1年で帰ったんですか。陽気でもなんでもないし、陽気でもなんでもない。1年で帰ったってカッコで誰か付け加えておいてくださいこれ、ね、はい。続いて広島です、はい、オーダー特徴が、前の年より長打力は増したが、うん、20本塁打を超える打者は現れなかった、うん、で投手陣は相変わらずベテランの北別府、川口、小野が頑張った、うん、で笹岡が前の年より勝ち星を落としたものの12勝を挙げた。まあでもあのピッチャーもそうだけど、うん、はい、ちょうど変わる時期だったのかなっていうような感じです。ベテランとね、新旧交代の時期だったんですかね、うん、ただやっぱりピッチャー陣はいいよ、いいですよね、いい、その名前を見ても。じゃあ続いて、ジャイアンツと同じ2位だった、はい、阪神、はい、ベストオーダーの特徴、完全に頻打は解消されなかったが、この年に新戦力となったパチョレック、亀山、新庄、うん、クジラが活躍し粘りのある打線となった、うん、また、中田がエースになり抑えの田村も存在感を示した、うん、まあ、ここにはね、いい選手が出てきてたよ。そうですね、やっぱ新庄、亀山なんていうのは良かったしさ、あ、ね、勢いあったし若手で、はい、で田村っていうのは抑えでさ、左のちょっと変則で、はい、非常に打ちにくかったしね、まあ、85年さ優勝した時のその打線を俺らは知ってるだけに、うん、ちょっと迫力不足だなっていうのは思ったけど、はい、でも勢いはあったよね。そうなんですね、うん、だからやっぱりその2位のこの、ね、そう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 、順位にいるっていうことですもんね、うん、さあそして同じく2位の、巨人のオーダーです、はい、前の年よりさらに増して破壊力が増した打線となったが、1番打者の尾形の盗塁数が少ないのが惜しかったと、うん、で投手陣も斉藤、牧原、桑田の3本柱が安定していた、うん、あ、尾形さんの盗塁がちょっと少なかった。いや盗塁だけの話じゃないよねやっぱり、うん、打率もそんなに良くなかったしさ、はい、だから出塁率、そのクリーンアップに対しての前2人の出塁率っていうのがそんなに良くなかったということだね。だから打点っていうものが上がらなかったという年だったと思う。そうなんですね、うん、ただこのねオーダーの名前見てもすごいですけど、さらにそこを上回ったのが優勝したヤクルトだったということで、ちょっとオーダーを上げていきますね、うん、1番飯田、うん、2番新井、うん、3番古田、4番広沢、5番ハウエル、6番池山、7番が、畑、うん、8番がパリです。パリです、パリですって知らない、知らないです、私もいたんですね、うん、でもピッチャー陣が、ね、西村、岡林、伊藤とか高津さんももちろんいますし、うん、その時抑えが1年目 の、 あの石井和久さんだったんです。抑えだったんです。石井も投げてたね。早かったですしね。高津さんが先発だったんですね、2年目で。先発もしてた。あ、そうなんですね。うん、これベストオーダーの特徴。打線が好調で、二冠王のハウエルに打てるキャッチャー古田とブンブン丸池山の30本塁打トリオとチャンスに強い広沢がよく打った。岡林がフル回転で頑張り15勝、西村が14勝だった。抑えが完全固定までならなかったが、その日調子のいいリリーフ陣が引き換わりで抑え、そんなことあったんですか。野村さんの使い方で、まあ、再生工場とかさ、はい、いろいろ言葉使われたけど、はい、やっぱりこう、あ、もうだ選手としてダメかなっていう選手を取ってきて再生するんだよね、うん、はい、それを細切れにこう使っていくというさ、うんうん、まあ、ないところからの発想だよね。それがすごく野村さんとうまかったし、はい、やっぱ岡林っていうのがフル回転してたよね。あ、そうなんですね。なんかどうしてもあの古田さんに目が行きがちなんですけれども、うん、そのピッチャー陣も、いや、でもそれもやりくりしたのも古田のリードだと思うし、それを教えたのが野村さんだったと思うから、はい、すごくいい、なんていうの、バランスのいいチームになったなっていうふうに思うね。そうですよね、うん、しかも ID 野球、ID 野球ってちょうど言われてた、まあ毎日ミーティングだったらしいよ。で、この1級の入り方は、はい、お前どうするんだって、その意図はとか言って聞かれて、大変ですね、その1級に対してのこだわりっていうのをすごく持ち始めた時代だよね、ヤクルトが。そうなんですね。だからこの頃から例えばデータだったりとか、うん、ID っていう野球がどんどんその日本球界にもさらに浸透していくみたいな。だから野村さんが、はい、
1年目入った時に監督になられた時に、はい、俺常にヤクルト戦っていうのは3割以上打ってたんだけど、はい、チーム打率でね、うん、だけど3割切ってよく調べたらヤクルト戦に2割2分ぐらいしか打ってないの。あ、打ててなかった。だから俺の性格だとか打つスタイルをよく知ってるわけよ。だからデータ見たら初球甘いところでポーンって簡単に取ってくる。全部データで、データでやってた。あいつは初球打たないって完全に読まれてたんですよ。完全に読まれてたでボール球ばっかり手出してた。え、1年間そんな感じだったんですか、豊田さん。なんかおかしいな、おかしいなと思ってたんだよ。で終わってデータを見た時に初めてそれに気がついて、はい、あ、これじゃいかんと思って初球から振り出した。それでまた変わって、まあ、そしたら3割また戻ったけど、はい、だけど、あ、こういうことってあるんだなと思ってさ。すごいですね。すごいですね。さあ、そしてこの年どういったことがあったか振り返っていきます。はい、5月3日になりますね。横浜太陽ホエールズは、須藤豊が休養し、はい、チーフ兼打撃コーチのこれ江尻亮さんですね。江尻亮さんですね、はい、失礼しました。江尻亮が監督代行を務めた。そうそうそう。もう5月でですか。早かったんだよ。何があったんですか。分かんないんだ。成績がなんかあった。いや、成績って5月ってまだ分かんないじゃない。はい。でも何かあったんだろうね。まあ選手に知らされなかったけど、はい、で監督はもうやるのかやらないのかとかっていう、うんうん、もうなんかこう白か黒かっていうような須藤さんの性格だったから、はい、もうそこでもうやめたんじゃない。パンと。あ、もういけてらんないみたいな感じで。そうそうだね。昔の監督とか多いですよね、そういう方。まあ多いな、うん、やめたくらみたいな。あの大沢親分とかもそうですけど。だから森さんがやりたいんだったらやってもいいよって言われてどうすんだどうすんだ、そんなこと言われたらやんねえだろうと思ったらやったっ。そうそう、珍しいパターンですね、森さんはね。さ、5月8日になります。巨人の中尾と西武の大久保の交換トレードが成立したということで、うん、いや、中尾さんが出されるんだと思ってね。あ、そんな感じ。まあデールも西武のドラフト1位だったけどね、はい、だけど実績から比べると全然釣り合ってないなって思ったんだけどね、はい、まあキャッチャー同士のトレードで、うん、はい、まあデーブがジャイアンツのデーブになったというね。あ、そうですね、うん、西武のユニフォームから。あ、あの均衡が取れてないトレードだったんですかに感じたよ俺は。やっぱデーブはその時っていうのはそんなに実績なかったから西武で。で、中尾さんというのはもう優勝も経験したりだとか、はい、MVP も取ったのかな、中日で。じゃあ西武側が欲しいと思ったんですかね。か、うん、やっぱこう変えたいっていうのが、やっぱもう長嶋さんだったと思うんだけど、はい、長嶋さんがその長打力に放り込んでるんじゃないの。デーブ。あ、デーブ大久保さんの。うん、さあ、ちょっと月飛んで7月になります。7月8日近鉄バファローズの新井が藤井寺球場でのオリックス戦、3回裏に三塁打を放ちプロ通算2000本だったんです。新井さんって知ってる。いや、分からないです。知らない、はい、イチローの、うん、を育てたって言われてるバッティングコーチの人。あ、そうなんですか。そう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 。へー、やっぱね、こうシンプルだったんだよ。変わってもう本当にスッと構えて、はい、ポンって出していくだけ。バット、イチローとスタイルが似てる。いや、ちょっと違うけど、やっぱりそのポイントの捉え方だとか、はい、そういうのを多分教えてたと思うんだよね。あ、じゃあまさにそのイチローの師匠みたいな感じですよね、コーチと、うん、まあイチローがどう思ってるか分かんないけど、はい、当時はそういう報道になってたよね。あ、そうなんですね、うん、で2000本安打達成したと。そうそうそう、ということで、はい、同じく7月16日今度広島の北別府が名古屋球場で、勝利投手となりプロ通算200勝を達成する、ね、北別府さん、うん、まあ、確実にするだろうなっていうピッチャーだったよね、北別府さん。もうコントロールが抜群だったもん、ね、言ってましたよね、うん、それとやっぱり北別府さんが20勝した時のあのスライダーは今でも忘れられないよね。もう本当、まあ、今でいうカットなんだろうけど、本当手前までまっすぐに見えてて、打ちに行ったらピュッと曲がるというさ、えみたいな、そのぐらいキレが良かった。それはじゃあ200勝するだろうなっていうふうな感じだったんですね。そうそうそう。で、7月19日オールスターゲームで、古田敦也がオールスター初のサイクル安打を達成。古田は史上6人目の2年連続の MVP、うん、オールスターでサイクル安打達成したんですね。すごいですね。狙ってやってるからね本人は、うん、まあお祭り、まあ俺も出てたけどさ、はい、でも最後の古田が三塁打を打つときかな、はい、あの秋山がセンター守ってて、センターオーバーだったんだよ、はい、フェンス直撃だったんだけどさ、あの足をかけてさ、うん、あの秋山が、はい、ジャンプして、う
で激突してひっくり返ったというさ。そんなだったんですか。いや、やっぱね、昔のオールスター熱かったよ。もう怪我関係なく行ってたんですね。だから古谷、まあ例えばパリーグの選手たちは、うん、もうサイクルアンダーなんか打たせないみたいなさ、はい、そんななんかこう意識の高いオールスターだったよ。もう全力ですね。全力だったね。8月です。8月16日、全国高等学校野球選手権大会2回戦の星稜対明徳義塾で、星稜の松井秀喜が5打席連続敬遠される。この年なんだね。92年。ああ、これは未だに、ね、語り継がれてるけど、はい、5打席連続ね。そうですよ。高校野球で勝ちが優先なのか教育が優先なのかとかさ、だ明徳義塾に結構抗議がすごかったってありましたもんね。あ、今年だったんだ、うん。そして8月19日、これ読んだ方がいいですよね、うん、ちょっとね。そうですね、太陽の高木豊が巨人戦で日本プロ野球通算300盗塁を達成する、はい、92年だったんだね。だからこの、ね、松井さんの5打席連続敬遠の3日後に達成した。そうだよ。皆さんもうね、鮮明に覚えてますよ。覚えてね。チンプレー、コブレーンでよく出てくるんだよね。恐ろしいんですか、なんか。だって、俺300盗塁、あと1個で300盗塁っていうのは当然知ってるじゃない。はい、まあ、ジャイアンツ戦だったんだけど、はい、セカンド審判はもう忘れません。井上さんに、はい、よろしく頼むねって言っといたの。はい、どうしたんだって。いや、今日300盗塁なんですよ。うん、だから走ってきたらお願いしますよってお願いしてた、うん、はい、リクエストもないし、はい、ね、まあね、ないですね、うん、際どいのはセーフと、ね、うん、っていうような話してたんだ、はい、スライディングしたんだよ、はい、完全にボール落球してんだよ、うん、ジャイアンツのショートが、はい、セーフですよ、アウトって言われて、は、井上さん頼むよって、落としてんじゃんって、見えなかったのって、うん、やった。どうでした。いや、で花束女の子持ってきてる、はい、あれ、いや、アウトだって言うのよ。罰が悪い。でも、ちょっと待ってて。ほんで、コーチが出てきて、はい、ね、サードコーチの米田さんっていう人が、はい、で、抗議をして、うん、で、他の審判も、いや、落球してて、うん、で、セーフになって、花束が。微妙。なんなんだよ、綺麗に決めさせてくれよ、みたいな。後から言いました。まあ、まあ、まあ、でもね、うん、お祝いだから。お祝いだから。井上さん頼むよっては言ったけど、ごめんごめんとか忘れてたんですかね、一瞬ね。で、昔は選手とこう距離感が良かったね。あ、今とまたちょっと違ってってことですよね、うん、で、次も読みますか。8月21日読みますか、はい、太陽の高木豊がヤクルト戦で日本プロ野球通算1500安打を達成する、うん、92年だね、うん、これはまさにあれですね、松井秀喜さんが5打席連続敬遠されては10日後、もう皆さん鮮明に覚えてますよ。この10日後ですもん。そう、あの時そうだった。神宮だったんだよ、ね、はい、もう本当にこのぐらいの電光掲示板。いや、でかいんだよ、でかいんだけど、映し出されるのがもうね、白黒みたいな感じで、1500本安打みたいな。おめでとうなかおめでとうもなかったんじゃないかな。かった、まあ、センター前だったけどね、なんかあれですね、コンパクトな祝われ方ですよね、微妙な祝われ方。そう、もういわくつきなんだよ、全部そうなんですか。そう、そして9月11日です。阪神対ヤクルト戦、これ甲子園球場で行われたんですが、9回裏、阪神の八木が、ライナー、これ、うん、左翼なので、レフトですか、うん、レフトへのライナーを放って、先進の平光さんがこれホームラン、平子さん、あ、平子さん、失礼しました、うん、平子さんが本塁打と判定したんですが、うん、ヤクルト側がこれ打球がフェンスに当たってスタンドに入ったので、うん、エンタイトルツーベースだと抗議。そうで、平子はこれを受け入れ、うん、ホームランをこれツーベースへと訂正。そう、しかし今度は阪神の監督の中村が抗議し、そりゃそうだよ、37分中断。結局延長15回3対3の引き分け。プロ野球史上最長の6時間26分。これ延長15回があったからさ。そうですけど、いや、これはね、やっぱ問題になったよね。結局はこれどっちだった。いや、本当はツーベースなんだよ、エンタイトルツーベースなんだよ、ね、そう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 、はい、だから平子さんが撤回したっていうのは正解なんだけどさ、今この時代はまだ撤回するっていうシステムがないからさ、はい、で撤回して、まあ、他の審判とも聞いたんだろうね、うん、で、いや、あれはエンタイトルツーベースだよってひっくり返したんだ。それは抗議するよね。そうなんですもんね。で、今は抗議時間っていうのは5分以内。あ、もう決まって、監督だけ。あ、そうなんですね。5分超えたら退場。じゃあこれ37
いやいや、もうこれはさ、でもヤクルトの方もホームラン取り消せどうのこうのって、うん、まあエンタイトルじゃないかっていう抗議は当然するよね。まあそうですよね。でもそれ時間が決まってないから永遠にするでしょ。でビデオ判定じゃないですし、ないで変わったら、はい、変わったんで、うん、やっぱ相手はおいおいってなるよね。中村さんもね、ちょっとおいおいおいってなって、うん、まあ6時間もやってたら疲れるね、うん、ファンも疲れますし選手も疲れますよね。さあ10月飛んで10月8日になります。巨人の監督の藤田が、任期切れによる退任、そして元監督の長嶋茂雄が球団に監督就任の意思を伝える、うん、まあそうだね、長嶋さんに変わるんですね。変わるね、はい、はい、そして10月14日です。太陽は新監督に近藤、明人が就任したと正式に発表、はい、さらに近鉄は鈴木啓司が新監督に就任したと正式に発表、はい、10月19日、阪神の高橋芳彦が今季限りで現役引退を発表。やっぱ寂しくなってくるよね、うん、芳彦さんってすごく可愛がってくれたしさ、はい、豊か豊かって飯食いに行こうって言って、うん、広島に行った時には呼んでくれて、はい、ね、街中歩いてたら芳彦打たないでも飯食うんか言うとか、うん、もう本当に外出てもやじられてたという人だけどね。でもすごいかっこよかった。かっこよかった、かっこよかった。プレーもそうだし、私生活もかっこよかった。そうだな、はい、男気がある人だからね。いいですね。まあその男気が邪魔になって、はい、いろんな問題を各地で起こしてるけどね。夜の酒場でした。まあ夜の酒場というか、やっぱ球団に噛みつくんだよね。あ、そうなんですね。そうそう、どっちかっていうと男気があるから。ただ選手からすると、そう言いたくなるよなっていうようなことを、もう堂々と言うからさ。なかなか今言えないですからね。そうですね。そして10月26日です。92年の日本シリーズの第7戦が神宮球場で行われ、ヤクルト、西武がヤクルトに延長10回2対1で勝利、4勝3敗で日本一なお、 MVP は西武の石井ということで、うん、このシリーズ面白かったね。あ、森監督と西武は、はい、あで野村監督、狐とタヌキのバカ試合みたいな。あ、見てました。ああ、見てたね。釘付けになったね。どっちもキャッチャーだから一球一球が長いんだよ考えなきゃいけない。そうですよね。そうか。でこの時に伊藤が言った言葉が、はい、ね、古田に勝ったって言ったの。それはやっぱり古田さんに勝つってことか。やっぱ古田がキャッチャーとしてすごくクローズアップされた時なの。はい。でも第一人者は伊藤だっていう自分に自負があったんじゃない、はい、でその時にあのなんていうの、優勝ビールかけの時に古田に勝ったぞって、うん、やっぱ意識させてたんだね、古田はね、いろんな人に。ということはやっぱりすごいですね。いや、すごいんだよ。で、いや、だから私もやっぱりキャッチャーです誰っていうとやっぱり古田さんっていう子供心にあったので、2人ともキャッチャーの監督出身で、はい、やっぱキャッチャーに重きを置いてるだけに、はい、伊藤対古田とも言われてたんだよ、このシリーズ。教え子同士で。ああ、そうなんだ。だから注目度が高まったし、その一球の重みっていうか、どこに配球するかはすごく楽しみなシリーズだったんだ、はい、そういう見方ができるシリーズっていいですね。いいよな。今なかなかないじゃないですか。なんかそういう今あっという間に終わっちゃうからな去年もそうですね、結構ここ2連続で終わったみたいな、瞬きしてたら終わってたみたいな、第一戦負けたら終わったみたいなっていう感じですもんね。だからまたこういう日本シリーズ見たいですね。見たいな、はい、さあそして11月です。11月11日、太陽は、新球団名横浜ベイスターズへのチーム名の変更を正式に。そうなんだよ、太陽が終わった年なったんですね、うん、名前として。まあ TBS だったかな、うん、あ、そうですね、TBS にあれして、はい、あの企業名をつけないで、うん、横浜ベイスターズにしようという、はい、まあそういう風な年だったね。だからまあ俺にとっては、うん、ちょっとあの記録もいろいろあったけど、はい、ちょっとこう寂しい年になったという。あ、吉彦さんが引退っていうのもあったりとか、チーム名が、あ、チームがなくなるというかね、はい、うん、ちょっと寂しさもある、うん、まあそういう年でしたね、はい、はい。